ムン様笑顔で、踏まれても蹴られても下駄の雪。ドナルド、トランプ米大統領が、韓国のムン、ジェイン大統領との首脳会談で冷淡姿勢を貫いた。北朝鮮への制裁解除や、南北共同事業再開を熱望するムン氏に対し、トランプ氏は否定的見解を示したのだ。キム、ジョンウン朝鮮労働党委員長との3回目の首脳会談についても、急がない方針を打ち出した。米韓首脳が差しで話した時間はわずか2分程度で、踏み込んだ交渉はできなかったとみられる。大韓民国臨時政府発足100周年という重要な記念日に、自国を留守にしてまで訪米したムン氏だったが、成果ゼロで終わったようだ。今は適切な時期ではない。北朝鮮が完全な非核化をして適切な時期を迎えれば、大きな支援が行われるだろう。韓国、日本、多くの国々も支援に手を挙げると考えていると。トランプ氏は米韓首脳会談の冒頭で断言した。米国の求めるビッグディールは核兵器を取り除くことだと明言した。重北のムン氏には、ゼロ回答に等しい通告だった。トランプ氏に時間がなかったわけではない。報道陣とのやりとりでは、ゴルフのマスターズ、トーナメントについて誰が勝つと思うか、と聞かれ。タイガー、ウッズなど有力選手の名前まで挙げて饒舌に答えていた。なぜ？トランプ氏の態度について米国政治に詳しい福井県立大学の島田洋一教授は、事実上、韓国との首脳会談を拒否したと言ってもいい対応と言える。ムン氏は首脳会談前、ポンペオ国務長官やボルトン大統領補佐官、国家安全保障問題担当、と会っている。トランプ氏としては、ムン氏に伝えるべきことは二人を通じて言ってあるので、首脳会談では具体的なことを話す必要はないということだと解説した。米側が指定した会談日4月11日は、日本統治下の1919年に中国、上海で独立運動からによる大韓民国臨時政府が設立されてから100周年。過激な反日言動を続けるムン氏にとって、ソウルで11日夜に行われる記念式典は晴れの舞台になるはずだった。その挙句が会談2分とは。なぜ、トランプ氏がそこまで露骨な冷遇を意図するか。米朝関係を仲介する主人公として振る舞うべく、両国にうこさべんするようなムン、ジェイン氏に。ディール、取引、は俺流でやる、デシャバルな特技を指したのだろう。いかにも子供っぽいがこれがトランプ流。登場機タラップしたからしくレッドカーペット持参で出向いたムン、ジェイン氏のメンツはどこにもなかった。